あ、お疲れ様です。お疲れ様です。はいはい、お願いします。ついでにご飯することにしました。アポを切ってせっかく銀座来たんで。Sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 TBS やろう。 MC は今日100問やったの。すごいね、もう回せるペースがだいぶ上がってるから、1問1分ぐらいで解けるから、100問やっても100分しか使わないで、あんまり間違わないから、見直しも時間少なくて済むから結構いい感じですね。家事の人が来てくれるのと、仕事と、Zoom が1件かないのかな、まあ、デスクワークですね、今日は。YouTube で新しいなんか解説をしてほしいという、なんか国絡みの依頼が来ましたね。補助金の、ちょっと僕まだ話聞けてないですけど、館長がやってるオフィシャルな動画の解説、補助金の解説をちょっと今依頼されました。めちゃめちゃ真面目な動画や。あ、すいません、ありがとうございます。ごめんなさい、ちょっと設定に戸惑ってました。で、今回両者にはもちろん僕自体でお話し言ってるんですけど、ズームありました。ちょっと夕方なんですけど、家事の方まだ掃除してくださってるんで、整体の方に来てもらうことにしました。よし、整体も終わりました。家もその間綺麗になってます。お疲れ様です。40分だけジムに行ってきます。で、シャワー浴びて帰ってきます。で、夜からは勉強本格的にやります。3時間半分ぐらい残ってるんで、ちょっと帰ってからやります。行ってきます。10時半です。ではでは、行ってきます。よし、今日はちょっと一件
ズームからです。はい、なのでなんか見積もりがどうこうとかそういうわけではなくて、あのスムーズにできるところをちょっとまずは、で後ほど、はい、ちょっと事業紹介をちょっとさせていただきます。今からはちょっと別のアポでまたその面接向かいます。ちょっと電話が長引いちゃいまして少し押してます。今日朝からちょっと忙しいですね。普段あんまり言えないんですけど、ズームとでこっから打ち合わせとで夜もちょっとズームありますし、そんな感じで結構今日は打ち合わせが多いですね。なのでちょっと隙間時間で今日は勉強とちょっとあの作業系の仕事は、はい、やりたいなと思ってます。ちょっと行ってきます。終わりました。ちょっと一旦荷物を取りに帰って仕事します。次は、会計士協会のアドバイザリー業務になります。そこで次回の予告を入れるっていうのは全然いいと思います。次回の予告って何秒ぐらいなんですか？あ、それはもうまちまちでいいと思います。むしろ見どころなので、長すぎてだるいっていうのはあんまないと思うんで、はい、伝われば大丈夫かなっていうところです、ね、なるほど。終わりました。何時？8時団地に行ってシャワー浴びて、次は勉強タイムに入ろう。ジムさんの横当然耳が繋がれています。帰宅。なんか最近語呂がいいですよね。たまたまなんですけど、10時22分2222、僕のサッカーの時の幼少期からの背番号が2番なんで、僕は2番が好きです。ということで、最近ずっと自分で自炊してたんで、今ちょっと出前でお寿司を頼んで、その間もちろん勉強するんですが、勉強の YouTube 撮ろうかなと思って、今せっかくね勉強してるから自分の勉強もなるし、まあ、僕ならではのなんか勉強のまとめ方だったりそういうのがあるんで、それを動画にしちゃえば今ね勉強してる方とかのためになるんじゃないかなと思って企らんでます。一旦届きました。食べます。なんだかんだやったら8時になっちゃいました。やばすぎ、世界各地に早すぎです。あ、やばい、それ昼も週だったり、やばい、もう10時か、お世話出ます。面白いね、この Vlog は。もっと伸びるはずやけどな。寝不足です。ねえ、今縮まりになっちゃったんで、よし、OK。 今は12時、ちょっとシャワー浴びて目を覚まそう。今日は土曜日なんで、ひたすら勉強してます。今でもなんだかんだやったら4時になっちゃいました。ジム行ってまたもうずっと、もう今日は仕事、あの動画チェックぐらいですね。書類仕事ちょっと、まあ資料目通すような仕事ありますけど、週明け以降やればいいんで、もう今日はちょっと勉強デーにします。75点でこの試験合格なんですけど、僕ちょっと90点以上取ろうかなと。あのやっぱこの配信する以上、そういったノウハウとかも話したかったんで、どこまで突き詰めたらどういう点数取れるんだみたいな、ちょっと自分でやってみたかったんで、試験攻略的な話から言うと全然ナンセンスなことやってます。もう75点で受かるのに満点を狙いに行こうとしてるというか、そういう勉強今してるんで、多分細かい論点も目いっちゃってるし、やってるし、まあ普通それで足元すくわれて落ちるんですけど、僕はまあそれでちゃんと受かる前提でそこも見に行ってるんで、結構時間かけてますし、
あの細かい整理、知識の整理とかもしてるんで、まあ、そこで時間かかってるっていうのは一応ね、あの視聴者のためにはちょっと伝えておこうかなと思います。あのこんなやんなきゃ受かんないのっていうと、あと 1,2 割は力抜いても多分そのボーダーには乗ってくるというか受かると思うんですけど、ということで今日はさっき言ったスケジュールでガシガシやっていきます。夕方、昨日も雨だったし今日も曇り、あ、揃いました。実はこれ違うあのカラーを2セット買ってるんですよね。なんだクリエイターさんのやつらしくて、1セットで 2,3 万するようなやつでした。そうしましたね、アルマゲドン。あれでね、犠牲のせい、あれごめんなさい、今ですね、あのね、お便りが好きだったんだ、いまだにね、たまに返すのが、ウルフ・オール・ストリート、ウルフ・オール・ストリート、今見ようとしたの、あのね、よし、終わろう、よし、土曜日なんでまたやりすぎましたけど、また明日から切り替えてやります。おやすみなさい。お散歩行くか、お散歩行く、お散歩、ちょっと最近雨やったからね、ガブお散歩行こうぜ。ちょうどよかった、忘れ物してたから来るな。おいおいおいし、終わりました。暗いですけど、半か8時くらいなんで帰って YouTube ライブを久々にやろうかなと思います。で、軽く今出前取ってるんで、ご飯を食べて、で勉強ですね、勉強やります。ではお疲れ様でした。よし、ご飯お寿司をいただきます。筋肉的にもね、お魚はとあれか炭水化物か、まあ、いいので、最近は結構多いお肉ばっかりじゃなくてお魚を食べるようにしてます。はい、今から YouTube ライブ久々にやります。1ヶ月ぶりぐらいですけど、今 YouTube ライブ終わりまして、もうなんだかんだ10時半になっちゃいました。勉強に戻ります。現在的にですね、企業が社債の償還、お金を返すために積み立てている、これが請求ファンでした。現金で持っていても、無価証券で持っていても、不動産で持っていても、何で積み立てどん。仕事のなんか確認が何個か来たんで、お風呂上がりやってたら、いないでください、すいません、いないでください。独立あるあるだと思います。無限にやっちゃうんですよね、しんどくてやってるところでしょ。全然今からなって問題解こうとしますから、ね、次は勉強タイム。本番33問をだいたい40分から50分ぐらい解くんですけど、まあ、僕はもう30分ぐらい、もう3週目ぐらいですからね。で毎回やっつけるようにしてます。ところでちょっと行ってきます、うん、ちょうど5時、終わろう。30問正解 90%、 26分、やるのは満点取りたいよね、練習だから、ということで飲めます。おやすみなさい。ちょっと待って、はい、5時、外は暗いけど寝よう。